皆さんおはようございます。おねえハーマです。誰がおねえやねん。いやね、涼しくないですね今朝もね。もうなんかもうすでに涼しくないですよ。でもエアコン入れないで頑張ってますけどね。それでね、昨日ねお店閉めてからクローゼットを作ってたんですよ。で前1個作ったじゃないですか。でも全然足りないんですよね。結構私衣装持ちだってことに気づきましたね。でね、まあ、でもめんどくさいなと思ったんですよ、また作るの。そしたらその間にもね、みーちゃんとねサバマルが喧嘩してね、サバマルが逃げるわけですよ。そうすると私の服の上をガッて逃げるんですよ。またなんちゃかダメになっちゃってね、もうダメだから作んなきゃと思って。だから一昨日もまたね戦ってて、また一着スーツがダメになっちゃったんで、もう辛抱たまらなくて昨日ね板買ってきました。で日中作ると暑いんでね、夜ね店閉めて8時から作り出して、でも12時にはもう完成しましたよ。どんなのができたかっていうとこれ。でこんなのができた。で前回のはこれでしょ。でペンキ塗ってるじゃないですか。で今回はめんどくさいからね、で前回の板はね、外にもう雨ざらしにしてあった板でね、汚ったり歪んだりね、あと汚かったんでペンキ塗ったんですけど、まあ、今回のままね買ってきた新しい板なんでね、とりあえずもうめんどくさいからもう色塗るのやめます。でね4時間で作れますよこんなの。でコンパネ3枚だから、昔はコンパネ1枚で、ね、800円くらいで買えたんですよね。で今なんか円高の円安の影響ですかね、高いですよね。1200円とか1200円くらいしますよね。3枚、前だったら3000円もあれば作れたんですけど、今だと4000円かかりますね。4000円じゃダメか、あれ3枚だからいいのか。前だとだから3721だから3000円もあればね本当作れて、お釣りが来たんですけどね。今は4000円になっちゃいましたけど、であとはねノコギリですね。ノコギリで、あとドリルと、あとコースレッドっていうね、まあコースレッド、まあタッピングでもいいんですけど、まあコースレッドですね。まあだから5000円もあれば本当作れちゃいますよね。時間は4時間、本当に4時間ですよ。あ、そう、あとキャスターね、100均でね今2個ワンセットで、一番耐荷重の大きいやつですね。これが105円で2個入って、まあ一応ね60キロまで耐えられる、66キロ、12キロかける6個だから72キロか、72キロまで耐えられるっていう、耐荷重にしてあります、設計上ね。まあキャスターも入れてもまあ5000円かかんないですよね。で作れちゃいますね、簡単ですよ。まああとちょっと器用不器用さもあるんですけど、であとねパイプがあるかな、あの上のね。でも今回これはね、前壊れた、ふにゃふにゃになってこう猫がボロボロにしたね、ファンシーケースっていうかね、あれのパイプを流用しようと思ってますんで。ただ前回はねパイプちゃんと捨てるの買ったんですけど、ステンレスのやつをね。皆さんもね DIY、夏休みの工作でどうですか、パパ。パパの工作、ニトリで買えばね、どんなに安くたってこのサイズだと、まあ、1キュッパとかしますよね。1キュッパとか19,800円で、まあ蓋はどうするかですけど、蓋つけてもいいんですけど、蓋だったり蝶つがい買ってきて、ちょっともっとコッパニオよりね軽い板がありますから、軽い板をつけてね、真ん中はこんなんでいいんでしょ、カチャってこんなやつで。だから自分で作っちゃえばね、部屋のサイズに合わせて作れるし楽しいですよ。どうですか DIY、 皆さんもトライしてください。今日もね涼しくないんでね、もうねこの時間から相変わらずエアコンつけないで頑張ってますけど、どうしようかな。ちょっと今ね火事直したやつあるでしょ、ラダーね、あれをちょっと今から、クラブハウスまで持っていかなきゃいけないんですけど、持っていっちゃったらまた船乗っちゃうのかな。ちょっと風が強そうなんでね、そういうわけで皆さん今日も一日元気にいってらっしゃい。それでは皆さん。